徳島の豊かな自然が育み、農家さんが丹精込めて作った旬の野菜や果物、美味しくいただきます。 J 協会プレゼンツ、えみちゃん野菜でクッキング。いろいろな調理法で多彩に味が変化する、旨味をたっぷり含んだ徳島のナス。ナスってすごく形可愛くないですか？可愛いですよね、コロンとしててね、うん、このナスのフォルムを生かして丸ごとナスのカツを作りたいと思います。材料です。ナスを丸ごと揚げてしまうレシピ、ベーコンやチーズを挟んでミルフィーユカツにしますよ。まずはナスの皮を剥いていきます。ナスって皮もそのまま食べられますよね。揚げ物にするんだったらそのままでも良さそうですけど、はい、そうですね、今日はですね、あのナス火をこうトロトロにね、あのさせたくて、あえて皮を剥いております。あ、なるほど、はい、ナスっていろんな食べ方あるけど、やっぱこのトロトロになるっていうのも魅力の一つですもんね、はい、そうですね。皮を剥いたナスは10分ほど水にさらしてアク抜きします。アク抜きができたら水気をしっかり拭き取って切っていきます。2本ね、切り込みを入れていきます。完全に切り切らないんですね。そうなんです、こんな感じですね。なるほど、ナスのフォルムそのまんまですね。そうなんです。この中にね、ベーコンとあとチーズをね挟んでいきます。2箇所の切り込みにナスを合わせてカットしたベーコンととろけるチーズを挟みましょう。はみ出ても折り込んでしまえば OK です。まずは溶き卵に小麦粉をふるい入れ、水を加えて混ぜ合わせ、バッター液を作っておきます。バッター液を使うとどういいんですか？パン粉がねつきやすくなるのと、あと卵でねコーティングすることでナスビの水分でねとろっとしやすくなりますので、最初に小麦粉をナスにふるいながらまぶします。ヘタはねつけなくても大丈夫です。ヘタの部分は多分食べないですもんね。あ、ヘタの部分食べれるんですよ。食べるんですか？食べれます、揚げたてめっちゃ美味しいんで。ヘタ？はい。これ私ヘタ残すパターンかと思ってたんですけど、じゃないんですね。そうなんですよ。余分な小麦粉を落としバッター液へダイブ。全体にしっかりとバッター液をつけてパン粉をまぶしましょう。ナスビってね、あの水分がね多いんですけれども、まあ、食物繊維とかビタミンミネラルも豊富にね含まれてるんですよ。で、間にそのベーコンとかチーズのタンパク質、あとカルシウムですね、が含まれることによって、この一品だけでも栄養のバランスが取れますので。160度の油にナスを投入。どんと3本入りました。これ160度なんですね。低温でじっくりと揚げることでナスがねとろっとしますので、時々ひっくり返しながらカラッときつね色に揚がれば、丸ごとナスのミルフィーユカツの完成です。トロトロでジューシーなナスとベーコン、とろけるチーズのハーモニー、お好みでケチャップをつけてヘタまでまるっと食べて、ナスの旨味を存分に召し上がれ。揚げるときは160度の低めの温度でじっくりゆっくりナスをトロトロにしてください。揚げたては芯まで食べられますよ。